本格 FR スポーツを目指して開発されたというカプチーノ。ロングノーズ、ショートデッキという昔ながらのスポーツカースタイル。フロントミッドシップレイアウトのパワートレイ。そしてロープロファイルの14インチタイヤなど、ボディサイズ以外からは軽自動車であることは感じられない。スパルタンな仕上がりは K クラスの限界に挑戦したとも思えるスズキのパワーが感じられる。3台中唯一クローズドボディのベーシアを持つリーザスパイダーは、基本からオープンスポーツを目指して開発されたライバルと比較すると不利な面は多いが、 9.4 キロの最大トルクは3車中最強。グッド高いドライビングポジション、 AT 仕様の存在などから見ても女の子のユーザーを意識した車と言えそうだ。ミッドシップのオープンカーというレイアウトで K の常識を打ち破ったビート。 NSX を持っているメーカーだけに、軽自動車の枠の範囲内で楽しく安全に走れる車を作ろうというコンセプトが感じられる。他の2台に比べラゲッジスペースはゼロに近いので、ロングドライブには向かない。さてラストステージはいよいよサーキットバトル。思わぬ霧の発生でギリギリまでスタートを見合わせたが、どうやらスタートできそうだ。グリッドは04の遅い順にした。寒いよ。寒くてたまりません。ここから失礼します。寒いです。鈴木カプチーノファンにお送りする全日本軽カーオブザイヤー。軽自動車になんか負けるわけないでしょ。何考えてんだこの編集部は。あんたでしょ。そうだ、これだけ屋根があるんだぞ。ひっくり返ってもヘルメット壊れないぞ。スタート。まずは大井ロードスターから見てみよう。おお、ホイールスピンがすごいな。おい、おい、舐め切って3速へシフトアップ。この人たちにで負けるわけないでしょ。ここまでカプチーノに乗っていない大井、そんなに余裕でいいのかと言っているうちに各社1フェアビー。早くも土屋カプチーノがリーザをパス。続けてビートに襲いかかる。どうぞ。はいはい、行きゃいいじゃないのよ。危ねえよ。カシヤ君失礼。オープンだとホームバトルもよくわかる。火星ビートは可愛い音とともに3位へ転落。楽勝。あ、ダメだ。3速で舐め切っていこうと思ったら置いていかれてしまう。バトルは2周目。土屋カプチーノと大井ロードスターの差は約2秒。しかしまだ大井は余裕でいる。これは軽自動車に加わってしまう。このクラクションの音だけ全然違和感がない。あ、シフト。カットで編集。バカなこと言っているうちにカプチーノは1ヘアピン。 K も車としてみなしてくれてる。この車作りは K だって立派な車だぞっていう、そういう作り手の気持ちが伺えるね。これは俺は鈴木カプチーノに K カーオブザイヤーを与えます。土屋選手はカプチーノはすごくお気に入りのようだ。一方バトルは大井ロードスターがいよいよ追撃開始か。ダメだ、クソだなこれ。何やってんだ俺。直線がマークスが速い。直線マークスにやられた。でも後方の立ち上がりはほら追いつく。そう、同じ FF のワークスとリーザ LSD の分だけコーナーではリーザも健闘。
しかしボディ剛性不足でいまいち不安定。そして3周目、大井ロードスターリーザを抜いて3位へ浮上。一気にワークスまで仕掛けるか。よしよしよし、ほらお前ちょっとくらい F1 乗ったからってお前言えばんじゃねえよ。後ろからは1600のユーロス、こっちは550か。これ F3 にも乗れず本気で悲願も多いと大ボケをかます服部選手。それにしてもルームミラーに映る目がなかなか F1 してますね。濡れてる時のダンロップ下は要注意。ダートに出たらおしまいだ。服部もまだまだだな。ああブロキロクした。仲のいいお二人さん、早くしないとカプシーノは逃げちゃうよ。やられた。ユーノスロードスターとアルトワークスの戦いですね。惨めですね。1600ですね。やっほやっほ。これはいいや。これは最高だ。バトルはいよいよファイナルラップ。この差を逆転できるのか。おいロードスター、そろそろ真面目に走るよ。俺は真剣だぞ。わかる？ちょっとほらほらほら、ドリドリよみたいな。いいな。うん、これは楽しい。今までの軽にはなかった楽しさがこの車にはあるね。余裕でインプレッションの土屋カプチーノ、ドリドリもバッチリ決まるぜ。ちょっと追いついたな。ちょっと追いついたじゃなくて、もう最終ラップだの。これはもうちょっと頑張ってくれると思ったんですが、非常に残念な結果です。身内のミドシップがこんなもんでいいんでしょうか。土屋カプチーノ最終コーナーをクリアして、今チェッカー。 K を舐めすぎた大井ロードスターは2位。しかし舐めすぎたといってもタイムはたったのコンマ5秒差。真剣勝負をしていても抜くことができたかどうか。というわけでカプチーノは K のイメージを全く変えてしまうほどの味とパワーを持っていたのである。それではドリドリ行ってみたいと思います。最後にカプチーノドリドリパフォーマンスを大サービスだ。ナイスだね。グリップの限界付近で走っても、今みたいにドリフトして走ってもコントロールが可能だっていうこと。こうなっても安心だね。まあ、ただ、このさっき先ほどのインプレッションでも言ってんだけど、オイルベースとかトレッドが狭いから K だからね。そういう部分ではちょっとシビアだよ、動きとしては。 RX7 旧型のね、ああいう動きはする。この車に乗ってドライビングテクニックなるものを磨くとしたら、すごくこうシビアでね。これはいいよ。